マネーロンダリングに関する金融活動作業部会は、マネーロンダリング対策における国際協調を推進するため設立された政府間機関。一般的にはファットフ、あるいはゴフィの略称で知られており、日本語でも単に金融活動作業部会と呼ばれることが多い。ファットフブラックリストも参照1989年にフランスのパリで開催された。 ある種サミットでの経済宣言を受けて設立された。当初は麻薬犯罪に関する資金洗浄防止を目的とした金融制度の構築を主な目的としていたが2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件発生以降はテロ組織への資金供与に関する国際的な対策と協力の推進にも取り組んでいる。主な活動は次の通りである。また2000年からは マネーロンナリング対策に非協力的な国、地域を非協力国として特定、公表し、是正措置を求めている。事務局はパリの経済協力開発機構事務局内に設置されているが、組織的には独立した別個のものである。ファットフはビットコインを免許制にすべきであると主張している。1990年に資金洗浄防止のために各国が 法執行、刑事法制、金融規制の各分野で取るべき措置を資金洗浄に関する40の勧告として提言した。1996年にはマネーロンダリング対策の前提となる犯罪を薬物犯罪から一定の重大な犯罪にまで拡充するなど、この勧告は随時改定され、その基準は国際通貨基金及び 世界銀行の実施する金融セクター評価プログラムの一部に利用されている。2003年の第3次勧告においては、マナーロンダリングの処罰する範囲の拡大、明確化、本人確認等の顧客管理の徹底、法人形態を利用したマネーロンダリングへの対応、指定非金融業者、職業専門家への勧告適用、マネー、 ロンダリングに関わる国内外政府機関の協調などが勧告された。2001年にテロ資金対策のためにテロ資金供与に関する8の特別勧告を策定。2004年に国境を越える物理的な資金移動を防止するための措置が追加され、9の特別勧告となった。2012年に勧告が改定され、これまでの40の勧告及び9の特別勧告が統合された。 項目別の格付けを以下に示す。日本は、FATF による2008年の第三次総合審査において、多くの法制度上の不備事項の指摘を受けた。そこで、日本国政府は、顧客管理を強化するため、犯罪による収益の移転防止に関する法律の立法措置を講じた。しかし、2014年6月の FATF 全体会合において、 日本に対して第三次審査で指摘された多数の不備事項について必要な改善がなされて来なかったとして以下の重要な不備を改善するよう声明が出された。なお、個人番号は FATF の求める本人格人間格化のための道具の一つとされている2017年6月、時点参加国 FATF フは FATF フの基準が厳格になるにつれ、 補助金の状況における補助への積立金にアクセスするような国々において NGO にとって困難にさせた。ファットフの基準は主に中東やテロリストが乗っ取る国々において一致する NGO に衝撃を与えた。何人かの者のはファットフによって計画された勧告がそれらの状況においてしばしば生じる NGO の者のにとって制限を特に述べていないことを主張する。 ありがとうございます。